久保さん、やっぱ久保さんは、あれですね、2枚も3枚も、やっぱ、例え話がすごいですね。<laughs> もう僕もあのシーン好きなんですよ、イジの。ほれほれ、みたいな。あ、兵頭、多分ね、あれ、兵頭会長だと思うんですけど、杖でね、ほれほれ、イジ君、ここだよ、ここ、みたいな。お金持ち、なんかお金持ちはど、なんかそんな感じでね、ここなんだよ、みたいな。 ここ、ここ、みたいなね。うりうりみたいな <laughs>。俺は痛くないみたいなね <laughs>。そう。まだ平和公園のあの例え話もそすごくいいと思いますね。まあ堀江さんの話はね、これで完結しようかなと思うんですけど、昨日ですね、あの、まあ、この僕、これをもらったんですけど、読んだんですよ。 まあやっぱ言われたんですごくこう身にしみる思いでこう読んでたんですけど <laughs> あの久保さん僕のリサーチ不足ですね <laughs> あのねここの「終わりに、ね」でこの本のこの本はね完全無欠の仕事術「リエモン最高傑作」っていう,う,う書いてあるわけですねで これ堀江さんと久保さんと同い年なんですね。僕そう、堀江さんが何歳かって年齢不詳というか、堀江さん、あんまかなんかこの時と僕変わってないというか、堀江さんなんか調べたら、まあ、ここにも書いてあるんですけど、僕は今49歳だ、もうすぐ40代がある終わると。で、まあ、今年50歳。で、堀江さん、今年の10月29、久保さんも10月生まれだと思うんですけど、堀江さん、10月29で50になるっぽいですね。 で、僕は今49。僕は今39なんですよね。で、織さんは40代が終わると。僕は30代が終わると。おみたいですね。<laughs> で、まあ全部読んで、うん。で、まあ最後の、この本の、あの、あ、あ、終わりにね、こういうことが書いてあって、人生は手段だ。あなたが楽しむための手段であると。 当然あなたの仕事も恋愛も子育ても全部そのための手段にすぎない人生そのものに意味はない人生は手段人生は手段あなたが楽しむための手段である当然あなたの仕事も恋愛も子育ても全部そのための手段にすぎない人生そのものに意味はないだからといって人生についての思案い無意味だといい言いたいのではない意味のない人生を 意味をあえて思考する行為自体には哲学的快楽というも言うべきものがあるそれもまた喜びの一つだただし僕はそこには興味はないもっとシンプルでいい純度100%で楽しんでいたいまあここの一節に、まあ、全てですね人生は手段と <laughs> なるほどねとそうだから手にしましょうか今回手にしようかな 人生が手段っていうのはなかなかまあお金は手段とかねなんかそのなんだろうな人生までも手段っていうこの究極系ですよね人生は手段かみたいなこうなるほどねみたいなこれもなかなかすごいなっていうここまでこうバサッとなってるっていうのがなやっぱ堀江さんが他の人とは違う結果を手に入れるのはやっぱ もう本当に究極系なんだろうな興味がないことに対しては1秒も時間を使わないそれが純度100%なんで興味がないことには考えないのか興味がないことに時間を使わないのかそれは興味がないんだから意味がないっていう自分が興味あることに熱,熱狂する熱中する100%を注ぐ純度100%で自分が興味あるものだけをやるだから 他の人より圧倒的にその濃度が濃いというか、うん、興味ないことには興味がないからそこに何も働かせないっていうところですねうんだから堀江さんがなぜ成功できたのかっていうあれだけの結果を得られたのかっていうと多分そこなんじゃないかなと思いますねうんまあ書いてありましたからね でも,かでも僕は良かったなと思うのが、この、まあ、本,で本で読むとやっぱまあこの1小節なんですよね。ただ、パンって書いてあるだけで。ただ、僕はあの体験をして、堀江さんからン見されて意味あんのそれ聞いて意味あんのって言われた,そのそのた、それからこれを読むと、やっぱすげえ入ってきますよね。うん、まあまあ、僕としては良かったですね、うん。人生は手段。うん これはね、究極系だと思いますね。うん。あすごいっすよね、これは <laughs> うん。人生は手段か、っていう。まあ、人生、まあ、考えてもね、まあ、確かに意味はないんですけど、なんだろうな、その、久保さんが言った通り、その、ね、もう70年前のことをね、祈っ,こう祈ってね、 しかも誰も知らんまあ親族でもなければ何だろうな何でもないんだけどもこの手を合わせてね何か思う祈るっていうのに意味はあるのかっていうと多分あんま意味はないと思うんですよね。なんかそのそれを仮に祈っ,てた祈ったとしても誰に届くのっていう話でありうん。 時代は変わるのと原発が落ちたっていう事実は変わらないし <laughs> その祈ったとしても誰に届くのっていう話じゃないですかもうなくなられてるしねうんだからそれが結構僕は分かりやすかったですね、まあ、確かになあみたいなうそう ままああでもいろんな考え方がありますよねだから,だからそ,それが面白いなと思いますけどね。なるほど堀江さんそう考えるかっていうね。まあ、逆にそう考えないのかっていうねそう、うん。興味あることだけに集中するっていう。うん、でもね本の中でも一応ねまあんだろうなうーん。興味ないことにも興味を持つよう,も持つようにみたいななんか1小節があったんですけど。 そうまああと趣味思考もありますからねまあ、やっぱ興味はないんだけどもまあ、ちょっと心の中でなんかちょっとつ、うん、なんか繋がってる部分があって全く1ミリも興味ないことに関してはやっぱりさすがに手を出しづらい部分もあるだろうしそれはやっぱ人間ですからね。うん だかからなんかこの本にね久保さんあの書いてあったんですけどなんか今堀江さんが所有してるものがスーツケースに1個しかないらしいんですよ。だから、まあ、もう全部そぎ落としてるというか、まあ、昔はなんか堀江さんも物欲というかそういうのもあったらしいんですけどもあの全部そのなんか本に書いてあったのがそういう所有欲は、うん、純度自分の,その思考の純度を鈍らせるみたいな。 なんか全部、ものは持ってない方がいいみたいな,、あのー、なんか書いてあったんですけど、まあ、僕も車好きで所有したいし <laughs> 久保さんもね、キット所有したいし <laughs> ねキット眺めてるだけで意味あんのみたいなね <laughs> そう税金金かかるやんみたいな <laughs> 眺めてるだけで乗んないんでしょみたいな。うん さあと車あのこれは、ね、本以外にもあの堀江さんも結構動画で言ってるんですけどその車を運転しないとなぜならばやっぱ死ぬリスクがある事故るリスクがあるうーん移動時間はまあ運転手に運転させてそこでスマホで仕事するみたいなだからこれもパチンコの話と一緒なんですけどまあ確かに自分で運転してそのハンドル握ってたらねなんかその自分が事故って なんかその人を引くとかそういうリスクですよね。自分がハンドルを握って人を引いたらね、それあれになりますからそう。だけど運転する楽しさっていうのをうん得ることはできないですよね。でもそれは堀江さんそれも言ってたんですけど、どこれは動画でなんかの動画でいたんですけど、いやそれ楽しく楽しいなんか運転を楽しみたいんだったら別にいやなんだあの。あ あそこに行けばいいんだよみたいな。その,あの貸し切りのレース場に行けばいいんだよと。俺もそういうところに行ってやるときもあるし。だからその運転を楽しみたいんだったら別にそこで楽しみを得ればええやんみたいなね。<laughs> なんか <laughs> そんな感じなんですよね。別に運転が嫌いとかではないんだけどもんそこのリスクが嫌だっていうところですね。でも楽しみたいときはそういうところに行って楽しむしみたいなことを言ってたんですけどね。 すすごいいなと思いますねうんでもなんか僕はその平和公園でんなんかこう祈れる祈ってまあ堀江さんはそこ,そこに対してじゃあねあの久保さんが公開しますみたいなうんでもそれはまたなんか違う堀江さんの見解があるかもしれないですね。 うん、その平和公園で切り替えじゃあ3つ目の切り替えでまあ確かに意味はないと思いますであのー、まあ平和公園の話を出したらどう,どう答えるかですよね、まあ、確かに堀江さん意味ないと思いますねっ、まあ、この本もね読んでる前提で確かにあの実はこれ 今回参加者の特典としてこちらもらったんですけど実はもう一冊僕も持っててもう読んでますで堀江さんの後書きにもう人生は手段である人生に意味はないでその哲学とかそういうのにも興味ないっていうことが書いてありましたとし知ってますとすいませんとじゃあ堀江さんと堀江さんこの前広島でも講演されたと思いますけど広島のその平和公演でなんか祈りを もう捧げるっていうことに意味はあると思いますかっていう <laughs> そしたらどう答えるんですかね、うん、でもそれはまた違う概念かもしれないのでうんそうまあ100歩譲って なんかお墓に親族の方が親族,血が血親族だったら身内だったりとか知ってる人が、えー、もうお世話になった人とか死んでそ,このはその墓に対して手を合わせるっていうのはまあ分かるんですけどもあの平和公園でその70年前のこと誰が死んだのかよく分かんないんだけども、うん、この手をささげるっていうのは僕ちょっと意味ないと思うんですけど堀江さんどう思うんですみたいな。 これ言うとちょっと反発ちょっと出ちゃうかもしれないですけどあれもう70年前のことだし正直僕あの手を捧げる意味あるのかなと思うんですけど堀井さんどう思いますみたいな <laughs> こっちも意味ないと思うんですけど堀井さんも意味ありまないと思いますみたいなね <laughs> まあそういう聞き方したらまたどうなんですかねっていうなんか面白いですよねでもこれをなんか考えるのって 時間の無駄かもしれないしなんか意味がないのかもしれないしそれを妄想して空想してどうすんのっていう話かもしれないですけどもそもそも映画とかもフィクションだしあれも人の妄想とかこうやったら面白いこういう映画を作ったら面白いっていうあれフィクションで妄想じゃないですかでそれらを見て楽しむわけじゃないですかだから人がそういうなんだろうなそういうことを考えない ようにななったらなんかそれはそれでなんかつまんなくなっちゃうのかなっていうところなんかそのまあぶっちゃけ映画を見る意味もじなんかあんま生きて別に映画を見なくてもね生きていけるしうんで映画が好きな人もいれば嫌いな人もいるしパチンコが好きな人もいれば嫌いな人もいるしうんだ僕はそのなんかいろいろな人の考え方をなんかいろいろこう 考えるっていうねそれがまあ人生とはじゃなくて人間としてですよね人生とはというよりか人間として動物ができないことができるわけじゃないですか動物は多分映画作れないんですよ妄想とかそういう考え方もできないし人間が唯一できるなんかそういう思考というか,だからそれが人間って 他にはないものだからうんまああと思うとかねたまあでも動物もなんかそういう思いもあるのかなまあ手,手を合わせるっていうとこまではいかないかもしれないですけどねうんまあでもねよかったですただ,すだそ,その堀江さんのそのズバッて言われたことに対してやっぱす,すごく感じるものがあったんで まあ僕としてはいろいろ言えますよね。ああでもないこうでもないみたいな <laughs>。うん。そう。いやでもやっぱ久保さんはやっぱすごいですね。うん、ちょっと今回の例え話すごく良かったと思いまして <laughs> うん。さすがにもしそっちの切り口で言ったと時に。 どううななんだろうなまあそれを堀江さんだったらどういうを考えたとしても何の意味もないんですけどね <laughs> もう公演も終わってるしねだから堀久保さんも言ってましたけどいや別に俺が別に考えたとしても俺がそこの会場にいたわけじゃないしそれは吉谷さんがいただけであって別に俺には関係ないし。 うーまあ、実際僕もねあの公演広島の公園誘われたけど、まあ、家族の時間が大切だしあんま興味ないんだよねとだから考える意味ないんだよねと、まあ、家族には興味あるけどみたいな <laughs> だからその聞き方ですよねだから堀江さんから何かを聞き出すってかなり難しいと思いますね何かをいいなんか言わせるっていうのが。うーん 例えばその堀江さんのあの堀江さんチャンネルでそのメルマガ読者からの Q&A っていうのは1000本ぐらいあるんですよね。でその1000本を、まあ、読者さんからね来たやつが何でこんなの来るのかなっていう悩んでも仕方ないじゃんっていう1000回の回答だったらきついですよね <laughs>。でもあれはなんまあ、堀江さんもねちょいちょいやっぱ言うんですよ。 だ言うんだけどもなぜ回答するのかっていうとやっぱメルマガ読者で自分に金払ってくれてるって読んでくれてる読者の声っていうしかもまあティーアップしてね上げててまあ何だろうなそれがまあ再生数だったりとかそれが人々にちょっときが興味あるっていう何か話してあげた方がいいというかね俺は興味ないんだけど、まあ、メルマガ読者だしあちょっと話した方がいいかなっていうところで、まあ、一,一応一応多分回答してると思うんですよ。 それを専門くらい全部意味ないよねみたいな <laughs> もう番組にならないじゃないですかだから僕もあの実は堀江さんとああのまあ S 席でお金を払いましたで堀江さんのこの、えー、この本ももう読んでます知ってますでさらに堀江さんの,そのイノベーション大学にも入らせていただいてますイノベーション大学に入ってもう5年ですと堀江さんがイノベーション大学を立ち上げた時からも入っていて彼これイノベーション大学ずっとオンラインサロン継続してますとか <laughs> <laughs> なんか多分そこからの聞き方だったら無限にちょっと堀江さんもできないんじゃないかなっていうところもあるし多分堀江さんに今までこういうふうにまあ堀江さんが今やってることも応援してこの前堀江さんがやってたそのやつに関しても「あの賛同してます」とか,なんかなんだあの「チケット払いました」とかね。うん なんかそういう埋設みたいのがあればまたちょっとひねり出してくれるかもしれないですよね。うんそうそうでもそのひねりでもひねり出したところでそれは堀江さんの答えではなくてその大衆が求めてるからなんか言ったっていうだけの話になっちゃうんで堀江さんの答えではなくなるしね。そう いや、面白いっすね、これね。<laughs> 意味がないことに。まあ、でも、この億万長者合宿も、このやり取りに意味ないですからね。<laughs> もう正直意味ないですから。もう販売終わってますからね、久保さんね、億万長者合宿。完全意味ないですよね。<laughs> だから僕としては、この億万長者合宿にもしてもそうですけど、もう意味がもう全くないですよ。販売プロモーション終わってるわけですから。 まあそれでもやるっていうのは負けず嫌いなところもあるしだからね久保さんの例え話でその堀江さんの負けず嫌いのところに訴えるみたいで、ね <laughs> うん、まあでもガナリさんの例を出したらまたちょっとあれかもしれないですねガナリさんは知らないことはないと思うんで堀江さん、うん、いやあのガナリさんにちょっとこの前聞いてきたんですよみたいな <laughs> でガナリさんはあの人生とはっつってそうだね確認だねみたいな 人生っていうのは確認できるような、あのー、人生だといいんじゃないかみたいなことをちょっとおっしゃってたんですよと。で、堀さんだとど,こどう答だるかなと思って、ちょっとすいません聞いたんですみたいな。<laughs> ね。そしたら負けず嫌いが発動してなんか、がナリがそう答えたのかみたいになるかもしれないしね。でも逆に言うと、別にガナリとか興味ないしみたいな。<laughs> 俺、別にガナリさん、まあ、知ってるけど興味ないんでみたいな。 その人はその人の、がないさんはがないさんで、うん、僕には関係ないみたいな <laughs>、うん、まあ、あのこの億万長者合宿もねあの、意味がないんですけども、続けてきますんで。<laughs> はい言ってらっしゃい。